レイカーツワイルは、アメリカ合衆国の発明家、実業家、未来学者、思想家。本名は、レイモンド・カーツワイル。人工知能研究の世界的権威であり、特に技術的特異点に関する著述で知られる。発明家としては、オムニフォント式 OCR ソフト、フラットベッドスキャナー、文章音声読み上げ、マシーン、自らスティービー・ワンダーと共に立ち上げた。 カーツーエルミュージックシステムズ社でカーズホワイルブランドのシンセサイザー K250 などを開発している。ニューヨーククイーンズにオーストリアから亡命したユダヤ系移民の子として生まれる。幼少期には期間ごとに様々な宗教の教義を学ぶスクールに入り宗教多様性を知った。1960年12歳の時コンピュータに触れ以後夢中となり、 統計分析のプログラムや作曲を行うようになる。高校生の時テレビ番組、私の秘密に登場し、コンピューターに作曲させた音楽を披露。同発明で、国際科学フェア第1位を受賞。ホワイトハウスで、リンドン・ジョンソン大統領から、ウェスティング・ハウス・サイエンス・タレント・サーチ賞を受賞する。マサチューセッツ・工科大学在学中20歳の時、起業し、 初大学のデータベースを構築して大学選択のプログラムを作った。1974年カーツワイルコンピュータープロダクツ社を設立。以後数々の発明を世に送り出す。アメリカの発明家の伝道に加えられた。1982年、スティービー・ワンダーがロサンゼルスに設立した新しいスタジオに招待された際に、スティービーにコンピューターを使って、 本物の生楽器の音を再現することはできないだろうかと尋ねられたのをきっかけに、同年、スティービーをミュージックアドバイザーに迎えて、カーツウエルミュージックシステムズを設立し、シンセサイザーの開発に乗り出す。1984年には、初の製品であるカーズホワイル系250を世に送り出す。1990年、ザエイジオブインテリジェントマシーンズを交換し、 米国出版社協会からベストコンピュータサイエンスブックに選ばれた。この時インターネットの普及、地図の試合でのコンピュータの勝利を少しの時間的誤差で予測し、的中させる。1999年、著作ザエージオブスピリチュアルマシーンズウェンコンピューターズエクシードヒューマンインテリジェンスで収穫加速の法則をまとまった形で発表し、物議を醸す。二千五年、 ザシンギュラリティーズニア、ウェン・ヒューマンズ・トランセンド・バイオロジーで、技術的得意点、シンギュラリティについての踏み込んだ記述を展開。得意点は近いザ・シンギュラリティーズニアと宣言し、世間一般に、技術的得意点という概念が広まるきっかけを作った。2012年に Google に入社。2017年現在は、スマートリプライと呼ばれる Gmail モバイルアプリの機能を担当している。 また、知性に関する彼の回想理論を元にした粉を使った新しいアプリケーションを開発しているとし、将来の Google 製品としてリリースすることを目指している。音楽家では隠して亡くなった父の資料を大量に集積している。DNA 情報や生きている人々に残された記憶等とも照らし合わせて、いつの日か父と同じ人格を保有する AI を作成し、 再開することを目指している。このことは彼が研究を行うモチベーションになっている。カーツワイルには二人子供がいる。息子、イーサン・カーツワイルはベンチャーキャピタリストで、娘、エミー・カーツワイルは作家、漫画家である。また、作家のアレン・カーツワイルはいとこである。ザ・シンギュラリティ・イズ・ニアより2018年時点で、カーツワイルの2005年の予想のかなりの部分が、 的中している。2010年代、2015年、2018年、2020年代、2025年、2030年代、2040年代、2045年、シンギュラリティポスト2045、宇宙の、覚醒2100年、2029年、カーツワイルは1940年代生まれが人類が、最初に、不老不死を手にする世代になると考えており、科学者の立場から、 なるべく消化器に負担をかけず、栄養を摂取しようと1日に200錠ものサプリメントを摂取したり、毎日のように栄養注射を行ったりする、等、寿命延長への野心にことか,かない。厳密な栄養と体調の管理により、本人は糖尿病を克服した上、老化の抑制に成功していると主張している。 しかし一方で、生身の体を健康に保つのは、ものすごい苦労を伴うとも著作で語り、1日も早く、機械の体に入れる日を夢見ていると語っている。その他、ナショナルメダルオブテクノロジー、レメルソン MIT 賞など数々の賞を受賞。ウェブサイトビデオ、ありがとうございます。